こんにちは、四国メタンです。こんにちは、最前提っぽいずんだもんなのだ。本日のニュースはこちら。指導済み、いじめで書類送検。わびろ。北九州地区の県立高校で4月に SNS の投稿をめぐって同級生3人から筆箱やカバンを投げ捨てられました。学校側はいじめと認知し、加害生徒3人に指導をしましたが、翌月3人の中の1人が髪を引っ張り首を負傷させました。負傷した生徒は警察に被害届を提出し、8月に傷害容疑で書類送検されました。入学直後の4月からいじめられるって何を投稿したのだ。 SNS 投稿がきっかけみたいだし、ネットの扱い方も学ぶべきね。今回のいじめが明るみに出たのも警察に被害届が出されたからなのだ。被害者の保護者からの要請を受けてからいじめの重大認定をしたそうよ。本校の副校長は、基本的には被害者に寄り添う、今後も同じ対応をするとのことです。メタン、学校名を晒すのだ。今回学校の対応に問題なさそうだし、晒す意味ないわよ。一応偏差値40代の元の学校とだけ言っておくわ。以上、学校側は順当な手順を踏んでそうニュースでした。続いてのニュースです。旦過市場、13億円増額。山口県北九州市の台所と呼ばれる旦過市場の再設備事業が34億円から47億円に増額することが決定しました。増額の理由は去年2度の火災の影響や物価上昇とのことです。理由はごもっともだし、使い先を明確にしてくれたら増額しても構わないのだ。で、この13億円はどこから出るのだ。国からの補助金が出るらしいけど、足りないみたいだから市の予算で補うそうよ。あんまり汚職の匂いはしないから、ぜひ復興頑張ってほしいのだ。2度の火災で話題になり、逆に売り上げが伸びた旦過市場について皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。問題、この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ですわ。